どうも、おはようございます、こんにちは、こんばんは。 AG です。ご視聴ありがとうございます。自分の情けなさとか虚しさとか、そういうことでなんで俺なんて生きてんだろうなって思ってしまうことありませんか？私は結構あります。今もそうですし、こんなこと動画でお話ししても誰のためにもならないと思うんですけど、なんで自分なんて生きてんだろうなって思ってしまうことあります、最近の誹謗中傷で亡くなられた方だとか、そうじゃなくてもやっぱり今コロナのことでお仕事を失ったりだとか、もう本当に大切な人を守ることができない自分のことなんて、自分なんて死んだ方がいいなんて思ってしまって亡くなってしまう方とかもいるのかなって、ちょっと想像でしかないんですけれども思います。いや、私の命なんかよりよっぽど尊い命だなって思ってしまうんです。私は死ぬ勇気もありませんし、こうなんて言うんだろうか、こういった気持ちと時たまやってくるこういう気持ちが過ぎ去るのを待つことしかしないというか、死ぬことってすごいエネルギーだと思うんですよ。もう全てがグレーに見えて虚しく見えて、笑うことなんて、笑う余裕なんてなくて、自分を保てなくなるというか、でも何もなくたって生きていいんじゃないですかね。私は何も持ってません。何かを成し遂げたりとか、自分の力で何かを得たことなんてないと思います。生かされてる、実家があって親がいて、大変なことがあったとしてもやっぱりそれは行政の方が助けてくれたりだとか、誰かが助けてくださっております。そして今自分があります。友人や職場、そういったものがあって今の自分があります。でも誰の声にも応えられない、自分の声にも応えられない、そんな自分は生きてていいのかなって。自分ってなんだろう。ごめんなさい、ちょっと今日はそんな内容になってしまったんですけれども、虚しくなってしまった、そんな一日です。本当にありがとうございます。ここまで見てくれた方、本当にありがとうございます。失礼いたしました。